ことぶり。今回は三国志十三パワーアップキット実況していくんだぜ。前回は蜂蜜軍に悲観して劉備軍と激闘を繰り広げたところまで。正直なところかなり押され気味なんだぜ。紅葉失って受信もかなり危ない状況。動員力は倍じゃ効かないほどあるしな。少ししたらまた攻めてくるだろうな。間違いなくな。問題はそれだけじゃなく、戦闘続きだと仲良くなるのも難しいんだぜ。そういえば、余霊機とまだ絆武将にすら慣れてないんだもんな。同士でいろいろ固めていかねばならないのに全然という状況だからな。落ち着いた状況が欲しいけど、かなり厳しいかもな。今は流れに任せていくしかないか。そうなるか。なんかまた攻めてきてる。前の残りか。合わせて3万近く来てるんだが。余霊機勢は6000程度なのに。無事に帰ってきてくれればいいんだが。余霊機が迎撃するみたいだけど。あれ？軽動営もまだいたのか。そうか、まだ参戦中だったのか。ってことは、まだ怪我が治ってない。間違いなくな。長領が援軍に来てくれたけど。それでも半分に届かずか。少しでも楽に戦えるようにしていくだけだな。なんとかしたいと陣を叩いてたけど。これは厳しいか。私に続きなさい。これは危ないやつ。長領が狙われているのか。これでどうです。主力の長領がやられないといいんだけど。指示も何もできないからどうしようもないんだぜ。陣を制圧。引きが下がったからここで何とかしたいところだが。まだ差はかなりでかい。一つずつ確実に潰していくしかないな。我が策、北斗味わえ。敵軍が我が領内に向け、さすがに無理だろ。受けてみよう。未砲撃破にここまで時間をかけるとは。怪我してるのが響いてるな。万全ならもう少しなんとかなるのにな。前回逆転した本陣前での激戦が再び。なんとかするしかないな。これは勝てるでしょう。なんだと。周宗って妖夢たちが知ってる人じゃない。よふに長領とかっていい相手じゃないだろ。何があったのか見てみたかったかも。うまい具合に崩しから必殺が決まったか。だとしたらよふも長領も一騎打ち下手すぎ武将になるだけだな。その可能性は大いにありそうだが。気づけば劉備軍と蜂蜜軍の差は1万ないくらいにまで縮まってた。今回もなんとか勝てるかもだ。後続が来てると思うとな。踏ん張ってたけど。ここで劉備軍に援軍が。さすがに無理か。ここまでかもな。頑張ったけど討ち死にしては意味ないので。ここで退却するんだぜ。兵も100人程度しかいなかったからな。無理に戦ってもな。怪我が治った。戦地から戻ったらすぐというのもすごいな。あれ、劉備軍だけじゃなく孫策軍も攻めてきてる。マジかよ。これはもう無理だな。序南一都市でなんとか粘れるかだな。それまでに内政とかがどこまで進むかもあるし。かなり期待をすだろうな。ここで受信攻めが始まる。劉備軍じゃなく孫策軍だと。これさ、劉備軍と孫策軍が受信で争ったら少し時間稼げるんじゃない？それはあるかもな。だが、今はまだ希望を捨てず孫策軍に挑んでいくんだぜ。指揮上限が低いからなんとかなりそうな気はするけど。なんとかするだけの兵も部隊もいないんだぜ。悔しいな。弱いというのはこの中華では罪なんだぜ。強くなるにはどうすべきか。でかい勢力に弛緩するか。曹操軍か劉備軍かな。今攻めてきている孫策軍もありかもな。蜂蜜軍が滅んだら考えるか。ああ、滅びるまでは必死に頑張るんだぜ。必死に頑張ったけど、どうにもなるわけがなく。壊滅したんだぜ。これで受信は陥落。二勢力に同時に攻められたら無理だよな。なんだかんだで外交の大事さを知るな。提案はできるかもだがうまくいく見込みはないからな。
ここからは受難域都市生活。まずは同志作りを頑張らねばな。あとはヨレイキとの結婚もな。早くヨフをお父さんと呼びたいんだぜ。ここで孫作軍が攻略した樹春を劉備軍が攻略。これは荒れそうな予感だな。蜂蜜軍のために少しでも時間を稼いでくれ。お互い潰し合えば希望が見えるかもだしな。なんかすごく平和な時間が流れてて、イメイが猛者になったことで稽古ができるようになったんだが、まあ稽古の結果自体は負け続けてるんだけど、経験値だけじゃなく親近感がめちゃくちゃ上がることがわかったんだぜ。この驚きは妖務たちだけだとは思うけど、地道に議論で10程度を稼いでる日じゃないからな。うまく感謝か交換状態にしてお願いすれば受けてくれるし、その状態にしていろんな奴らと稽古していこうじゃないか。実際は指示の方がいいみたいだけど、この時は気づいてないからな。光栄に存じます。平和な時間を活用して、まずは好循と絆を結んでいく。正直なところ一気を伝授してくれる武将と絆武将になりたいんだが、なかなか見当たらないという。たくさんいるだろと。この後イベントで孫作がお亡くなりになり、例のあのイベントだな。当然見ないけど、浮津も亡くなって孫作も亡くなる速攻な展開。話が早いな。当然継いだのは孫権。このタイミングで攻めてくるか。喪に服せよう。蜂蜜帝が防衛部隊に参加しろって言われたらやるしかないだろ。さあ、やるぞ。1万8000程度で6万近くに挑むのか。これは劉備軍相手以上に苦戦しそう。頑張るしかないんだぜ。行くぞ。第一陣は、はっ、吉報をお待ちあれと言いたいけど、初手から全力できた。要所で待ち合わせをしてな。これはなんとかなるのかな。しないと滅亡なんだぜ。絆武将の光順の近くで戦いたいけど、長領が単独で迎撃しようとしているな。そっちの援護に行くべき。悩ましすぎるだろ。これは長領が勝つでしょう。フラグにならなくてよかったんだぜ。収穫が異常なだけだと思いたい。今こそ勝機だ。俺に続け。長領の救援に来たけど、これはもう無理じゃない。相手はそこまで強そうではないから、なんとかできればといったところか。士気を上げていけ。飛ばしちゃったけど光順との絆が発動。これはなんとかなるかも。強い武将を盾にしてうまく戦えばといったところか。軽動営は濃すい戦い方で先行を稼いでいくスタイルで、そうでもしないとすぐ壊滅しそうだからな。すごい勢いで長領が抜け出てきた。これはまずいぞ。長領さん、見捨てないで。どうやら方針が変わったようだな。それでみんな移動を開始したのか。光順が後続を断とうとしてるので、なんとか支援したいが、やり兵に妨害されてる。いい動きしやがる。関東撃破。光順さんの爆薬のともに、これでさらに連携が強くなるな。光順についていけば負けない気がする。光順の後を追いかけようじゃないか。うまく戦えてるのかな。かなり数は減らしている気はするが、なんか条件を達成したみたい。有志方面には行く予定ないからな。一騎打ちだけで生きていきたいからな。行くぞ。きちんと攻撃していく。なんか燃えてる。しつけの孫悟の仕業だな。迷惑な戦法を。どんどん士気を下げていけ。あの日の中には入りたくないな。燃やした連中は逃げていったみたいだな。この後はどんどん撃破していき、残りは士官一人か。こっちの存在は5000程度。これで終わりなら喜ばしい存在なんだが、劉備軍の時のことを思うと、どんどん攻めてくるよな。
物量で押すスタイルが基本だからな。孫悟初戦はなんとか勝利。これ負傷兵確保して兵数を増やすとかはできないのか。負傷兵はたくさんいるけど、3位だが1位にかなり差をつけられているな。軽動営の活躍じゃこれくらいが限界なのかも。てか、後続がもう待機してるじゃん。あれ？攻めてくるのか。多分な。予想通り攻めてきた。3万程度ならなんとかなるか。報告します。内政充実させて自給する作戦だな。どこまで耐えられるかはわからんが。さあ、2000名。軽動営が指揮してるわけじゃないけど、基本まとまって戦うようにしているんだぜ。一人で戦況を変えられるほどの戦力じゃないからな。いい感じに包囲してる。その輪に加わっていこうじゃないか。あとは引きを下げて一気に叩き潰せ。高順の勝ちだな。なんでだよ。なんかこう、今作は順当な勝利がない気がするな。武力差では覆せない何かがあるのかも。そして、みんな本陣を目指していった。もう許さねえからな。こちらの本陣も危ない気はするが。気にせず女性撃破を狙う。双剣だった。こっちじゃないのか。高順さんが敵本陣に。確実に敵をやっていこうぜ。そうしてほしいよな。武将打ち取れれば今後が楽になるかもしれないというのに。女性撃破。鐘楼打ち取った。悪くない戦果だな。これは本陣を落としたようだな。勝てばいいか。そう思うべきだな。うん。先行は稼ぎづらいものだと思っておくか。どんどん攻めてくるんだけど。こういうのを何度も撃破していれば時期に何かあるだろ。撃破しても次々来る。少しは休ませろと。戦ってる間に後ろで待機してるんだもんな。あれじゃ倒しても倒してもどうにもならないわな。流氷軍と遊備軍は何やってんの。自利品になりながらも連戦連勝で孫悟勢を撃退していってる。正直何もできないからめちゃくちゃ困るんだが。戦ってる間にみんなと仲良くなってると思いたい。本当にな。戦続きで、全然絆武将も増やせてないし。ここあたり、下がることがないから在野のうちに仲良くなっておくとかが有効なのかもな。でも、こうやって戦ってるのも楽しい。それもあるが、北では炎症が何かを始めたか。これで北側は安全かも。となると、敵は孫悟だけか。今回は2部隊連合で。4万5千ほどか。こっちは相変わらず2万ないくらい。それでも勝っていると言いたかったが。ここでまさかの悲劇的なことが。この橋の上で戦ったのは終わりの始まりだったんだぜ。数で勝ってる相手に血のりまでないところで戦い。陣部一人に抑え込まれてしまってる。なんとか死体が狭すぎて自由がつかないんだぜ。騎馬の機動力を活かせる場所でもないし、目標が変わってみんな下がればいいんだが。そんなこともなく、橋を越えたところでフルボッコにされてた高順が壊滅。今まで守れていたのが嘘のような戦況なんだぜ。血のりがないとここまで厳しいってことだな。陣部は撃破したけど、軽動営は残り300程度なんだぜ。これじゃあ何もできないよな。一応絡みに行ってみるが。あれ、さらにヤバいんじゃ。引きを下げて援護していくけど、ここで壊滅。無理をしなかった方が良かったか。軽動営が戦場を離脱した結果、まさかの蜂蜜艇が討ち死に。なんてこった。次のは誰だ。ヨフだ。これは頑張らねばな。と思ったけど、孫権軍にそのまま受難を落とされ、ヨフ軍は滅亡。孫悟からお誘いが、
処断されるの。これは受けるしかないだろ。ひどい脅しだ。尊権ごときに膝を折らねばならんとは。仕方ないので絆武将の高順を登用して少しでも戦力強化を提案してないとダメなのか。面倒な仕様だな。じゃあ、提案して。提案して受け入れられたので再度訪問。さあ、軽道衛と一緒に頑張ろう。うん。よーし。いや、ここは監獄なんだが。あれ？この女性はどこから来たの？不明だが、捕まっていた高順を見舞っていたのか。その可能性はあるけど。でも、これって。こんなところで軽道衛に嫁が。旅霊記のことを忘れて受け入れてしまったんだぜ。突然のことで動揺してしまった。で、高順はどうなるの？動揺とかそんな雰囲気ではなかったからな。養父が監獄にいる中、過食の点を取り行うと、なんとも言えないけど、軽道衛に嫁が来ました。うん？なんだろうな、この気持ち。素直に喜べないのがな。というわけで、蜂蜜軍が滅んだ後に軽道衛に嫁が来たところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。